はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、食玩仮面ライダーキッズ仮面ライダードライブ登場編です。はい、1個150円のディフォルメ装備シリーズのドライブ系が出ました。ラインナップは全5種類で、ドライブのタイプスピードとタイプフレア、それとトライドローンと、外務からは勝どきアームズと極みアームズです。パッケージの絵柄は1種類なんですけど、上を見ると何が入ってるかが分かりますね。で、しかもトライドローンはこの仮面ライダーキッズがおそらく初立体化です。では5つ一気にレビューします。まずはタイプスピードを開けましょう。よっと。そうすると、お、ラムネと出ました。これ小さいんですけど、なかなか可愛いんですよね。はい、出すと、こんな感じ。ドライブがシフトアップしてますね。前側と後ろ側。で、下には穴が開いてますから、ブスッと指を入れて、指人形として使います。これが1番で、次は2番のマックスフレア。はい、出すと、あ、こっちは、ちょっとポージングが変わってますね。はい、こうなってます。構えのポーズをとってて、後ろはこう。そしてこれも指人形で、1番と比べると、ちゃんとベルト部分がマックスフレアになってるんですよね。結構細かいです。では次はトライドローン。これが初のトライドローン商品です。デラックスに先駆けて発売ですね。せーの、ドン。お、おー、まあ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 。150円ですから、こんな感じですよね。はい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 。あ、でも、色分けは本当に最低限ですけど、トライドローンの左右非対称っぷりがきっちりデザインされてますし、で、裏側は、まあ、指にちょっとフィットはしないんですけど、空洞になってます。正面と横と後ろ、さらに反対側。サイズはドライブと同じぐらいですね。外務を開けましょう。よっと、お、はい、もうちょっと懐かしい感じがしますけど、勝どきアームズです。がっつり塗装を省いてて、アームズ部分はほとんど塗られてないですね。で、最後は、極みアームズ。よっと。お、これは、案外、かっこいいんじゃないですか。はい、こうなってます。あ、でもなんか、ぽってり体型で、フルーツ柄っていうか、なんか普通に、全然関係ないフルーツ描いちゃったみたいな、そんな感じになってます。これはなんか、かわいいですね。本来は、和柄とフルーツ柄になってるんですけど、もう完全にフルーツのみが描かれてます。ガイムも最終回を迎えて、すごい商品が出ましたね。あ、でもちゃんと DJ 銃持ってますね。そして両方とも指人形として使えますから、ブスッと各ライダーを刺せば、ドライブとガイムの指人形劇場もできますね。これは可愛いですよ。はい、並べるとこうなります。ドライブ登場編ですから、この2つは塗装が優遇されてて、結構ちゃんと塗ってありますね。ただ、個人的には、この、極みアームズの胸のフルーツの感じが相当気に入りました。はい、ということで、食玩仮面ライダーキッズドライブ登場編を紹介しました。定価通りのクオリティですけど、ドライブもガイムもなかなか可愛いですし、トライドローンはおそらく初立体化ですから、これは買っておくべきですね。以上、食玩仮面ライダーキッズドライブ登場編の紹介でした。